はいどうも、ぶひけんです。本日は日曜日、明日定休日なので、ちょっともう今日はこっちのシェビーちゃんをよいしょ集中的に進めていきます。まずネックつけてバンパー取り付けてマフラー製作、うん、でできればシートも取り付けまで、ちょっとその辺まで行きたいので頑張っていきます。とりあえずちょっと一回車高落としましょう。車高落としてバンパーの位置を決めます。もう5日間上げっぱなしですけど、うん、下がってきてませんので大丈夫でしょう。はい、車高落としました。よしよし、かっこいいね、落ちるとかっこいい。うん、ブレーキラインが潰れちゃうこともない。よし、いい感じ、燃料パイプも逃げてるね、ちゃんと逃げてる。ではこの状態からまずバンパーの位置を割り出していきます。今なんとなくの合わせをしてるんですけど、車高が下がりすぎちゃうので、あれなんだよな、いいとこで合わせようとすると、本当にいいとこで合わせようとするとマフラーが後ろから出なくなっちゃうんですよ。うん、なんで最低マフラーが最低でも出るぐらいまでバンパーを上げると、ここがギリギリになっちゃうな。ナンバー隠れちゃうとダメだろうな。一応見えるか、ナンバーは大丈夫だな。ナンバーは見えるけど、まあいざとなればナンバーこの辺につけてもいいと思うんですけどね。あ、危ねえ、この辺からこうナンバーつけてもいいと思うんですけどね。あ、出ちゃうかそれじゃあ。はいやいや、ちょうどいいとこでつけるしかないよな。いやー、どうしましょうかい、どうしましょうか。ここで接合するんですけどね。後ろからマフラーを出そうと思ったら、さっき、ちょっと待ってください。 42.7 パイ、よいしょ。後ろから、真後ろからマフラーを出そうと思うと、最低でもこのぐらい履いてないと、もうちょい下げれるか。もうちょい下げれるな、 42.7 パイだから。よし、ちょっとギリギリまで下げてやってみよう。これ以上下げるとマフラーが、マフラーが、これでもついちゃうっちゃついちゃうけんね。ここでもしマフラー作ったとしたら。そうか、着地するということはそういう誤算があるんだね。まあこのトラックに関してはですけどね。どうしよう、そうするしかないな。ちょっとオーナーさんに連絡取って聞いてみるか。なんしょ、これになるべく近づけたいもんでなんですよね、この作りに。まあちょっとそっちは真後ろから写ってる写真がありゃな、ないんだよな。でこれ見るとテールのあの丸いやつくっついてんのかな、なんかないような気するんだけどな。まあいいよ、ちょっと後で聞いてみましょう、オーナー様に。でその間にちょっとキラーネックの加工をしたいと思います。まあこの辺でぶった切って、で二重構造になってるじゃないですか。なんで中のやつだけはちょっと長めに取ってやってみたいと思います。はい、こんな感じでやりましたので、どっちだ、こうか、こいつを中に差し込んで溶接して、こっち側はシャーシブラックで、こっちは何も色塗りません。でゴムのやつで接合。
接合完了。よしよし、いい感じ。ではさて、シャーシブラックを入れたんで乾かしておきます。あ、どうしよう、いや、これ一人じゃ無理だ、一人じゃ無理だよ。誰か来るの待つか、しょうがない。あれですね、やっぱ2人で持っててで一発決めてってやんなきゃ無理だな。ちょっと待ちますよ、誰か来るといいな。ちょうどファミリーの生田さんが来てくれたのでやってみようと思います。よし、オーナー様、バイザーがつきました。かっこいいです。このぐらいでかいウィンドウだと邪魔にはなんないですよね。あ、ちょうどいいぐらいだな。あ、こうなるんだ、かっこいいな、欲しいな。よし、とりあえずちょっと長めにオーナーさん作っときましたんで、よいしょ、あとは加工してもらうという感じだな。今ちょっともう一回塗り直したんで、乾いたら止めちゃいます。とりあえずできましたね。で、オーナー様と連絡が取り合えまして、バンパー一番、そう、マフラーを下から出したい場合は正規の位置よりちょっと上がっちゃうっていうお話をしたら、なるべく正規の位置に近い状態でつけてくれという話なので、そうですね、じゃないとナンバーもちょっと隠れちゃう形になっちゃうので、でもそうやって正規の位置でつけちゃうとほぼ地面にバンパーが着地状態までいっちゃうんですね。でもそうやって作っといて、まあ、どの道もオーナーさんウェット1回下ろすらしいので、その時にまたいろいろ作り変えたいとか作り変えると思うので、そんな感じですね。だもんでマフラーはここで作りを止めといて、こっから先はオーナー様がご自分でちょっとどうするか考えてもらうと、で、あそこにつながるフランジとこの、曲げパイプね、これ2本両方分セットでお付けしますんで、それは乗っけておきます。なんとかシートがつきました。ちょっとシートも掃除します。心配だったバッテリーはシート一番後ろまで下げてももう干渉はしないので大丈夫ですね。そう、本当はここにねオーディオのやつとか入れてあげたかったんだけどね、いろいろ荷物置き場とかも作りたかったけど、まあしょうがない。もっと後ろ下がんねえのかな、もうシート。よっ、いや、これもいっぱいだな、やっぱ。よいしょ。これ絶対インパレのシートだよな。もうちょっと高いはずだもんな。まあでも、奥の身長で、まあちょっとアクセルとブレーキ。ブレーキもうちょっと短い方が良かったかな。まあいい、しょうがないですね。なるべくお掃除しましたけど、そこまで綺麗になんないですね。まあしょうがないですね。いや、ちょっと休憩しますか。それでですね、これシートが積み替えられてるもんで止め方がすごい止め方されてたんだけど、まあそのまま同じように止めとくっていう感じで、こっちのボルトナットを貫通させて下からナットで止めるんですね。でこっちはかろうじてオリジナルの位置にうまく作り替えられてる。なので一回車高を上げてこっちのナットを締めます。
今、バンパーステイの加工に入りました。寸法でいうと5センチ落ちてるんですよ、チャネリングで約ね。でその分だけ5センチ落としちゃうと本当に地面についちゃうんですよ、バンパーが。なんで5ミリ分だけちょっと上に上げときました。ガツンっていっちゃうとね、もしあの新品のバンパーとかだったら5ミリぐらいだったら多分大丈夫じゃないかな。で今ステイの両側のインナー側だけ作り終わったんで一回バンパーつけてみました。オーナー様言ってたように分かりづらいかな、ちょうど5ミリぐらい地面から浮いてる感じになりますね。完璧着地をちょっと避けてちょっとだけ浮いてるように、なのでどう考えてもマフラーを後ろから出せないと。そう、オリジナルの位置はこれより多分5ミリ低いんですよ。でもちょっとまあ5ミリぐらいだったらっていう感じで上げさせてもらいましたね。こんな感じ。いやー今日は生田さんが手伝ってくれたおかげですごいいろいろ進みましたね。もうちょっとだ。シートもついた。重かったな。そんな感じで明日は定休日なので僕は休みます。もうちょっとだな。